ロジャーズセンターは、カナダのオンタリオ州トロントに所在する、世界初の稼働式屋根付き多目的スタジアム、トロントブルージェイズ及びトロントアルゴノーツのホームスタジアムである。また、大規模な国際会議、展示会、コンサートなどの会場としても使用されている。1989年に開場した当初は、市民からの公募を経て、スカイドームと命名されたが、 2004年11月、ロジャーズコミュニケーションズによる買収に伴い、2005年2月からロジャーズセンターに名称変更した。CN タワーの左の丸屋根の建物がロジャーズセンターロジャーズセンターは世界初の稼働式屋根付きスタジアムである。3.2ヘクタールを覆うことができる屋根は4枚から構成されており、このうち3枚が 残りの1枚に向かって移動することによって屋根の開閉が行われる。屋根の開閉に要する時間は20分。収容人数は野球時で5万516人、フットボール時で5万3506人である。ロジャーズセンターの目玉が巨大画面のジャンボートロンで、その大きさは縦10メートル横35メートルにわたり、かつては世界最大を誇った。このジャンボートロンにより、 いくつかの映像イベントも開催されている。ロジャーズセンターにはホテルも併設されており、ホテルの部屋から試合観戦することができる。1989年にホテルから観戦中の宿泊客が、みだらな行為を始め出して、他の観客の注目を浴び、退場処分となったこともある。また、ロベルト・アロマーはブルージェイズ在籍時、このホテルを住まいとしていた。その他、かつては、 バー、ハードロックカフェもスタジアムに設置されていた。また、スタジアムはカーテンで仕切ることで、コンサート会場にもなる。仕切り方により、小劇場、コンサートホールとすることができる。旧昇スカイドームは、1986年4月に、帰港、約3年の後期の後、1989年5月に、完工した。設計は、ロットロビーとマイケルアレンが行い、 トロントのエリスドン建設が建設工事を施行した。建設費用は総計約6億カナダドルに上り、費用はカナダ政府、オンタリオ州政府及び30社からなる企業連合体が負担した。名目上は多目的スタジアムとして計画されたが、実際にはトロントブルージェイズが新球場を必要としていたことがスカイドーム建設の決め手となった。 スカイドームのコケラ落としは1989年6月5日、5万、数千人を集めて客席は満員に膨れ上がったものの、ホームのトロントブルージェイズは、ミルウォーキーブルワーズに3から5で敗れた。しかし、その後のブルージェイズが好成績を収めたことと当時、最先端だった斬新な施設の相乗効果で、スカイドームは1991年に、 シーズン観客数400万人以上を集めたメジャーリーグ初のスタジアムとなった。このようにスカイドーム最初の5年は成功したスタジアムとしての評価を受けていた。こうした華やかな話題の一方でスカイドーム建設に出資した30社の企業連合体が巨額の債務に苦しみ続けており多数の観客を集めていた1990年代初期でさえ政府から 巨額の資金援助を受けていた。1990年代中盤からは、ブルージェイズの不信もあって、資金回収が滞っていき、企業連合体による、スカイドーム運営会社は1998年に、とうとう経営破綻してしまった。その後、スカイドームの経営は、アメリカ・シカゴの投資グループ、スポーツコインターナショナルが一旦継承することとなった。2004年秋、 ブルージェイズの親会社であるロジャーズコミュニケーションズがスポーツコイン,インターナショナルからスカイドームを買収した。買収金額は建設費用の5%に満たないわずか2500万カナダドルに過ぎなかった。2005年2月、ロジャーズコミュニケーションズが3年契約でスカイドームからロジャーズセンターへ名称変更することを発表した。この名称変更には スカイドームの名称に愛着を持つトロント市民、報道陣を中心に批判の声が上がり、その後もスカイドームとカタクナに呼び続ける人々も存在する。しかし、買収後のロジャーズの動きは積極的で最新技術による大型ビデオボードの更新やフィールドターフと呼ばれる天然芝に近い人工芝の敷設など、スタジアムの魅力の再構築に努めている。 2005年5月には、トロントアルゴノーツとの間で、ロジャーズセンターを、以後15年使用する合意がなされた。これにより、アルゴノーツは2020年まで、ロジャーズセンターを本拠とすることになるが、アルゴノーツ側は5年ごとに契約更新するかどうかの、オプションが与えられている。同時にアルゴノーツは、ヨーク大学に建設中の新スタジアムへ移転しない、ことも発表した。なお、 1989年の会場当時からトロントブルージェイズ及びトロントアルゴノーツのホームスタジアムとして使用されたほか、1995年に創設されたトロントラプターズも1999年までスカイドームを本拠としていた。2008年以降、NFL のバンファロービルズの公式戦を年間1試合程度開催することが発表された。2010年から 巻き取り可能な天然芝に近い人工芝、アストロダーフゲームデーグラス 3D に張り替えられた。2012年2月、ロジャーズセンターの天然芝化が検討されていることが明らかになった。2015年2月、ブルージェイズのポールビーストン球団社長から2018年シーズンより、ロジャーズセンターは天然芝化される旨が発表された。しかし、2017年に、 天然芝化を断念したことが明らかになった。2020年11月27日、トロントのダウンタウン再開発計画の一部として、ロジャーズセンターを取り壊し、新球場の建設を検討していることが報じられた。現存の施設の南側と隣接する駐車場の部分に新球場を建設し、北側は居住棟、オフィス棟、小売施設、 公共スペースに生まれ変わるという。また、もしも、ロジャースセンターアートチェの建設計画が頓挫した場合は、湖に面した土地に新球場を建てる案も検討中だという。1990年代以降、MLB で珍しくなった左右対称の球場。宇宙間と左中間があまり深くなく、本類だが出やすい。パークファクターでは、 毎年のようにリーグワーストを争っている。ロジャーズセンター内部1960年代後半から続く新古典主義ブームの最末日に位置づけられている。近未来を思わせる建設技術が集結されており、それまで大衆的だったケーキの輪切り型スタジアムと一線を画している。メディアでは世界最高のスタジアムとたびたび評され、ブルージェイズ前世紀には 毎年400万人を超える集客力の一員となった。しかし、1990年代半ばから解雇的なクラシック風のスタジアムが人気を博していき、やがて時代遅れのようなイメージが持たれていく。そんな中、2005年の名称変更を機に、スタジアムの再生が図られている。スタジアム建設に与えた影響力は大きく、福岡ドームや、 チェイスフィールドなどの参考となっている。可動式屋根、試合観戦可能なバーなど、設計面、コンセプト面で斬新さを有する。ロジャーズセンター外観多目的スタジアムである、ロジャーズセンターでは、様々なイベントが開催されてきた。開催されたイベントには、サッカーやアメリカンフットボールのエキシビションマッチ、ドノバン・ベイリーとマイケル・ジョンソンの150メートル走対決、 地元の高校、大学のスポーツ大会などのスポーツイベントのほか、モーターショーや輸入フェストなどの展示会、プロレス、サーカス、ビッグアーティストのコンサート、または、著名人の講演会など多岐にわたっている。また、1990年と2002年には、WWE の年間最大の祭典レッスルマニアが開催され、 67,678人と68,237人の超満員の観客を動員している。同大会は同じ会場で複数開催されたことは何例かあるが5万人を超える規模の会場ではここが唯一である。なお2002年の大会は同会場の最多観客動員である。2015年にはパンアメリカン大会の開会式。 閉会式が行われた。ただし、IOC の規定により、大会期間中はパンナムセレモニーベニューに変更された。ありがとうございます。